悪魔の壁は、ベドルジハスメタナにより作曲された三幕のチェコ語オペラ。リブレットの作者は、口づけ、秘密から引き続き、三度目の共作となるエリシカ、クラースノホルスカーである。スメタナが完成させた最後のオペラでもある。この作品の構想における、サブテキストは、切り立った岩壁にまつわるチェコの伝説である。その岩壁は、 ビシュシーブロと近くの古い修道院の傍らにあり、ブルタバ川を見下ろしている。その場所で、悪魔は、ブルタバ川をせき止め水位を上昇、川を氾濫させて、修道院の建設を中断させたと伝わる。クラースのホルスカーは、もともと、教会と悪魔との間の戦いの象徴的な表現、などに見られるように、シリアスな内容でリブレットを書くことを意図していた。 対照的に、スメタナは、よりシリアスさを減らしたものを望んでいた。彼女は、その要望に応え、そのようなシナリオを書き上げ、スメタナの下に送った。ところが、今度はスメタナがその台本に対しての考えを変えた。彼は、作中の若い娘ヒードビコをロード、ブークの亡き繊細の代理に書き換え、その側面から、台本の内容をよりシリアスなものへと変えた。 これらの改変の結果、クラースのホルスカーとスメタナは1年半もの間、互いに連絡を取ることはなくなくなった。スメタナは、クラースのホルスカーに相談することなく、彼女のオリジナルのリブレットから500節以上の削除を行うなど、大幅な改変を行っている。スメタナは、1881年3月には、 1> 第1幕の作曲を終えており、第3幕までの作曲が完了したのは1882年4月のことであった。そして、同年10月29日、プラハのノーベイチェスケイデバドロで初演された。しかし、この初演は失敗に終わっている。これは、このオペラにおいて、お互いに似ている歌手が、相争そうように多くの場面で登場することや、ステージングの面で、 難しい部分があったためであるとされる。クラースのホルスカーとスメタナの間は緊張状態であったにもかかわらず、クラースのホルスカーは初演を感激しており、スメタナを擁護している。またクラースのホルスカーは、この時自身の同意を得ることなく改変されたリブレットに向けられた批判に対しては沈黙を貫いている。イギリスでは1987年2月に、 ロンドンのユニバーシティカレッジオペラで初上演された。ありがとうございます。